どうもみさん、こんにちは。レック専任講師の豊岡と申します。それではですね、この後試験制度を生かす秋から短期合格する方法というタイトルのガイダンスですね、始めさせていただきます。こちらですね、ちょっと私の頭で隠れちゃったね。こちらのガイダンスを始めさせていただきます。で、私ですね、つい先日レックの、某、某本校で生のガイダンスをやらせていただいたんですね。で、その時にある受講生さんがお一人いらっしゃいまして、で、その方ですね、私必ず生のガイダンスの時にお聞きするんですよ。あの、鑑定士、受験しようと思ってますか、あるいはまだちょっと悩んでる段階ですか、そういうね、ちょっとご質問をいたしましたら、その方がですね、あの、一応勉強はやろうと思ってますと。ただ、どんな試験なのかね、ちょっと詳しく話を聞きたくて参りましたってことだったんですね。で、さらに聞きましたら、どういう経緯で、鑑定士試験志そうと思ったんですかって私がさらに聞きましたら、叔父に勧められましたと。で、その方の叔父さんが現役の鑑定士ってことだったんですよ。で、叔父さんに勧められて、で、しかも叔父さんがですね、最近の鑑定士試験、受かりやすくなってるぞと、だからお前もやってみたらどうかと、そういうふうに勧められて、それで今日来ましたということでした。ちょっと珍しいケースなんですよ。私も今までね、いろんな方ね、お会いしましたけども、おじさんに勧められてきたっていうのはちょっと珍しいケースでしたね。で、その方にですね、鑑定士の業務はご存知ですかって聞きましたら、その受講生さんね、ある程度知ってますと。なんかやっぱりそのおじさんから聞いたそうで、土地建物の値段を出すんですよね、こういうふうにおっしゃってました。これその通りですね。もうちょっと言いますと、土地建物、いわゆる不動産についてですね、不動産鑑定評価基準という基準を使って、その値段を算出する、これを鑑定評価って呼んでます。鑑定評価、これが鑑定士のメイン業務なんですね。で、さらに私、その受講生さんに鑑定士業界について、なんかおじさんからお聞きになってますかって、こういうこともいろいろ聞きました。そしたら、聞いてますと。かなり高齢化が進んでて、逆に若い方が少ないというふうにおじから聞きましたと。だから私みたいなね、ものが若い人間がこれからね、入っていく上では絶好のね、チャンスかなと、そう思ってきましたと。で、その方が続けてこうおっしゃるんですね。いろいろね、おじから、いろんな話は聞いてるんですけど、そのおじが受かった頃と今とで試験制度も違う。で、さらにネットでいろいろ自分でも調べたんだけど、あんまり鑑定士試験についてね、詳しく書かれてる、そういういろんなサイトとかあんまりないですねと。したがって、試験制度、さらには本当におじが言ってるようにね、最近の鑑定士試験って受かりやすくなってんですか、それをぜひ確かめたくて今日来ました、そういうことでした。で、今回、このタイトルも試験制度、試験制度を生かす試験制度ってことになってます。で、この後ですね、このガイダンスの中で一応前半においてはですね、この鑑定士試験制度の特徴ですね、特徴を中心にお話をしてまいりたいと思います。で、これをお聞きになってね、もしご自分に当てはまる部分があればね、この鑑定士試験のそういう特徴を使ってぜひ短期合格ですね、目指してみてください。で、後半でですね、このガイダンスの後半においては、国土交通省が発表しているいろんなデータがあります。これを私交えてですね、かなり突っ込んだ、普段講義の中でしかしないようなそういう話もですね、ちょっとこの後半部分ではしてみたいと思います。したがってこの後半部分においてはですね、これから勉強しようという方だけでなく、もうすでに鑑定士の勉強をやっている方にとってもね、かなりプラスになるお話をしようと思ってますんで、よろしければぜひ最後までお聞きになってみてください。よろしいですね。で、この短期合格ね、これに役立てていただければ幸いに思います。じゃあ始めていきます。で、まずちょっとですね、こちらをご覧ください。まずですね、ちょっとざっとこの鑑定士の資格取得までの流れを見ておきます。当然試験ね、これ試験があるわけですけども、ご覧のようにこれ2つですね、1次がこの短答式、これ2科目ありますね。で、これに受かると今度右の2次ですね、これ論文式試験、これ4科目ありますけども、ご覧のようにこういうね、2段階選抜方式になってます。で、受かるとすぐに鑑定士ではなくて、ご覧のようにこのいわゆる実務修習っていうのをやらなきゃいけませんね。逆に言うと、それだけ鑑定士の仕事っていうのは専門性が高いんですね。試験受かった、だからすぐに実務につける、そんな、ものじゃありませんので、また改めてみっちりと、実務を勉強すると。
で、これにつきましてはね、1年、ご覧のように1年コースと2年コースの2つがあります。これは選択制です。選択制ね、自分で自由に選びますんで。で、この実務修習を修了して、で、登録をします。国土交通省に登録をして初めて不動産鑑定士になることができます。で、この後ですね、この試験ですね、担当式、論文式、さらにちょっと踏み込んで見ていきます。まず担当式試験ですね。で、受験資格ありません、ね、どなたでも受けられます。学歴関係ありません。で、試験値がご覧の通りです。結構いっぱいありますね。で、科目が2科目です。さっきもね、ご覧いただきましたけど、行政法規って言われているものと鑑定理論ですね。行政法規っていうのは、これね、宅建をやりになった方勉強されたと思うんですけど、都市計画法だとか建築基準法だとか、そういうね、不動産系のね、いわゆる法律です。これを勉強いたします。で、鑑定論ね、これさっきね、ちょっと冒頭でお話しましたけど、これを使ってね、実は不動産鑑定士が土地建物の値段を算出するんですよ。それを理論的にまとめたのを、これを鑑定理論と呼んでいます。これがね、この2科目、これが担当式試験の受験科目になります。で、それぞれ40問ずつ出て、2時間で回答いたします、ね、これマークシートです。マークシート、ね、で、配点がそれぞれ100点100点で合計200点満点、これで合否が決まってきます。で、これね、それぞれ40問ずつ出て、ご覧のように配点がそれぞれ100点100点ということなんで、1問が 2.5 点です。 2.5 点、ちょっと変わったカウントしますね。 2.5 点ね、で、宅建だと4択ですね。1問4択のマークシート、ね、この担当式試験、鑑定士の担当式試験においては1問5択です。1個足が増えます、ね、でもやっぱりマークシート塗りつぶすだけなんですよ。で、この期日ですね、試験期日、5月の中旬の日曜日で、大体例年ですね、例年第2日曜日がこの担当式試験になることが多いです、ね、いわゆる母の日ですね、母の日、ね、で、このまず1科目目の行政法規がご覧のように午前10時から12時までの2時間、ね、で、その後1時間半の休憩を挟んでもう1科目目鑑定理論、これが1時半から3時半で、3時半で、ね、試験終了と。この担当式試験はね、これ1日で終わります。で、気になる合格ラインですけども、一応国交省がそのホームページの中で、おおむね、ここですね、おおむね7割を合格点とするというふうにはっきり明記してます、ね、で、これ一応最新ですね、今年平成30年度はこの合計200点満点で、合計点、あの合格点が 137.5 でした。さっき上でも言いましたけど、これ1問 2.5 点なんですね。したがってこういう波数が出ます。今年平成30年、ね、は 137.5、 したがってまあ7割弱ですね、7割弱が今年の担当の合格点になりました。で、合格率でいきますと、ね、約 33%、ね、3人に1人が受かっていくと。で、これ単純に数字だけ見るとね、宅建よりもね、高いですね。宅建大体 15% から 17% ぐらいで大体一定してますけど、その倍ぐらい、ね、この担当式試験は合格率があります、ね、で、よいしょ、合格発表ですね、これ大体翌月です。翌月、ね、試験のおよそ1ヶ月後の6月に発表あります。これがまあ担当式試験ですね。で、あと続いて今度もう一つの2次の論文式試験ですね。これは当然受験資格は、ね、一次の担当に受かった方だけです、ね、で、試験値がね、いきなりご覧のように3つにね、これ減っちゃうんですね、絞られちゃうんですね。もうちょっとね、もうちょっとね、あの試験値増やしてほしいですね。東京、大阪、福岡で、科目がさっきもね、冒頭でお話しました、ここは4科目です。論文は4科目入ってきます。で、民法、経済学、会計学、そして鑑定量で、ぜひね、注目してほしいのが、この科目数だけじゃなくてね、この合計点です。合計点、4科目の合計が600点で、このうち半分の300点が実はこのね、丸4の鑑定量が占めてるんですよ。民法が100点でしょ、で、丸2の経済学も100点で、丸3の会計学も100点で、4番目の鑑定論、これが論文ね、論文と呼ばれているものが4問で、これが200点で、演習と呼ばれているものが、これが1問で100点だから300点ね。だから鑑定理論っていうのがね、これ配点の半分を占めている非常に重要な科目だっていうのは知っておいてください。さっきね、前のページで担当式試験についてね、ご覧いただきましたけど、担当式試験が2科目、やっぱりその1科目が鑑定理論です。だから担当でも、そして論文でも、この配点の半分が
鑑定論、ね、その意味で極めてこの鑑定論が重要だっていうのはぜひしっかりと頭に入れておいてください。よろしいですね。で、よいしょ。で、試験記述ですね。これね、もうちょっとなんとかならないのかなって感じですけど、3日間あるんですよ。3日間、この論文式試験。で、8月の第1日曜日を含む、土、日、そして月。月です。ね。土連続する3日間ってことで。で、実を言うとね、この鑑定士試験なんですけど、最近ね、やっとこう学生さんも、大学生の方とかも増えてきたんですけど、やっぱり依然としてね、そうですね、私が見る限りでは9割以上かな。9割以上がやっぱりまだ有職者の方です。仕事をしながら勉強してるって方が受験生なんですよ。で、そうするとこの特に3日目ね、月曜日、これやっぱ仕事ですよ、普通に行くと。だからこれ有給を取らないとね、実を言うとこの鑑定士試験3日ね、これ受け切る、受け終えるっていうのはできないんですね。もうちょっとこの辺ね、なんかこう工夫の余地ないのかなっていう感じはいたします。で、まずちょっと初日ですね、1日目、まず午前中が民法で、午後が経済学、これね。で、今度2日目、午前中が会計学、そして2日目の午後から3日目まで全部鑑定理論です。鑑定理論、いいですね。で、このちょっと見ていただきますと、2日目の午後、この鑑定理論の論文ね。で、3日目の午前中、これもやっぱ同じく鑑定理論の論文って言われてるやつで、これ簡単に言うと鑑定評価基準っていうね、これまあ鑑定士がこれを使って鑑定評価をやるんですけど、これを覚えます。覚えて、で、覚えて書く、ね、そんなイメージでこの鑑定士、あ、鑑定理論のこの論文ちょっとね押さえておいてください、ね、要するにこの鑑定評価基準を覚えて書く、ね、そんなイメージです。で、それに対して最後3日目、これじゃあね、3日目のごめんなさい、3日目の午後ね、3日目の午後、鑑定理論の演習、これは1問だけなんですよ。他は全部2問ずつなんだけども、民法も経済会計、そして鑑定論の論文もずっとね、これ2科目ずつ、あ、2問ずつなんだけども、この3日目の午後の鑑定論の演習だけは1問、これを2時間で回答する、ね、これだけ。あの、電卓が使います。電卓を使ってね、これ事例問題読み解いて、やっぱり基準を当てはめて金額を出す。で、これはあの、まあ、話を聞きますとね、あの、受かった方でも最後までね、こうしっかりと書き終える方っていうのは実は少ないというふうに、あの、聞いてますね。こちら、そうすると、まあ、途中までいわゆるその部分点でこの鑑定論の演習の、まあ、点数が決まってくると、ね、いうことになります。まあ、最後の本当にね、一番重要な科目って言っても過言じゃないですね、この3日目の午後のこの鑑定論の演習。これが得意な人はね、また後でお話しますけど、他のね、民警会とかこういうのね、こういう科目が多少ね不出来であっても、ひっくり返して受かってっちゃうんですよ。これ毎年あの論文に受かった方たちの話を伺うとね、そういうケースが目立つんですよ。だからまた後でも話しますけど、とにかく鑑定理論で、その中でもこの鑑定理論の演習ですね、これ実際電卓を使ってね、これ金額を弾き出せますけどね、この点ね、この科目が非常に大事だっていうのは覚えておいてください。で合格ライン、ね、これも皆さん気になるところだろうと思いますけど、これもね、国交省がホームページで、ね、論文式試験については約ね、おおむね6割を合格点とするというふうにはっきり明記しています。さっきの担当が7割でしたね。それに対してこの論文は6割、そういうふうに国交省がホームページではっきりと明記しています。で、これ上で見たように600点満点で、去年ですね、まだ今年の、ね、論文の発表、ね、行われてませんので、これ去年のデータになりますけども、去年平成29年度、これ合格ラインが600点中の347点でした、ね、だからまあ6割いってないですね。 6割とはね、おおむね約6割とは国交省言ってますけど、600点満点中の347だから、ね、まあ、6割弱ですね。6割弱が去年 あの論文式試験の合格ラインということになります。で、ちなみにこれ合格率でいきますと約 14% ということで、ね、こちらこういう数字になります。まあ、担当式試験に比べると確かにこれね、いきなり 10% 台というふうにね、この合格率下がっちゃいますけど、でもちょっと考えてほしいんですよ。鑑定士試験以外にもね、結構有名な国家試験いくつもありますけど、合格率が一桁ね、例えば 5%、7%、ね、そういうの決して珍しくないですよね。だからそういう点からすれば、要するに他の国家試験と比較すればね、この
合格率、ね、別に突出して、ね、これ低いわけじゃないです。ね、これもちょっと、ね、ちょっとイメージ持っておいてください。この数字だけ見ると、あれこんなに難しいの？でもね、他の国家試験で合格率一桁なんて結構ありますから、ね、それから比べたらまだまだ、ね、鑑定士試験も、ね、そんなに低いわけじゃないよ、そういうことですね。よろしいでしょうか。これがまあ2次の論文式試験ですね。でこのあと具体的にですね、この鑑定士試験、ね、さらにこの試験制度の特徴見ていきます。まず担当に受かる、ね、これ、まあ、ニアリーイコール短期合格だよ。これどういうことかと言いますとね、この1次の担当に受かる、これはある意味ほとんどね短期合格と同じだよ、そういうことなんですけど、これどういうことかと言いますとね、これ現在といたします、まあ、平成28年、一応まあ現在秋としますね、2018年の秋とします。今この収録している時点ですね、これが現在時点ね。でこれ来年です、2019年の5月ということで、これ来年の5月担当式試験受けました。で晴れて合格した、ね、するとこれ一度担当に合格いたしますと、これ次の二次の論文式試験ですね、3回受けられるんですよ。3回受けられる。で見ていただきますと、まあ、今が2018年の秋で、来年2019年5月に受けて受かると、その受かった年の8月にまず論文1回目受けられる。さらにはその翌年2020年の8月にまた論文式試験2回目受けられる。でさらにはその後2021年の8月にやっぱり、ね、論文式試験を受けることができる。当然この間ね、もう担当受けなくていいんですよ。一次の担当受けなくていい、論文だけやればいいってこといいですね。でこれ最近ですけど、本当にね、論文3回以内でこの論文に受かる方、いわゆる最終合格する方が増えてます、ね、で合格という、そういう流れですね。これです、これ担当合格の特典なんですよ。担当に受かると論文3回受けられるよ。で最近は本当にね、3回以内にこの論文に受かる方がどんどん増えてます。またいろいろね、あとでお話をしていきます。これがまあ一つの、まあ、試験制度の特徴というふうに言えようかと思います。で次、この宅建ですね。ね、皆さんの中にも宅建ね受けたよって方かなりいらっしゃるかと思いますけども、やっぱり宅建受験者ね、この鑑定士試験でも非常に有利です。これがまた特徴の2つ目というふうに言えようかと思います。で宅建でご覧の科目ね、これ勉強いたします。また皆さんの中にはね、勉強したいという方いらっしゃるかと思います。でこれらが右のこれ鑑定士の受験科目です、ね、青が論文、赤が担当、ね、これらにご覧ください。使えちゃうんですよ。使えちゃうの。権利関係はね、論文の民法で、宅建業法、法令上の制限ね、さっきもお話しましたけど、都市計画法だとか建築基準法だとか、これ担当の行政法規に丸々使えます。あと税法もそうです。これもやっぱり担当の行政法規で丸々使える。さらには皆さん、これ特にね、宅建やった方覚えてます？実を言うと皆さんこれもすでに宅建の時やってんですよ。鑑定評価基準、これ地価公示法と交互に出ますね。これもね、まあ、宅建の時はね、本当に触りぐらいしか勉強しません。3つの鑑定評価の手法と4つの価格ぐらいしか勉強しませんけど、実はこれがこの鑑定試験の、先ほどの私がね、一番重要ですよって申し上げてるこの鑑定論の科目なんですよ。これです。これを実は宅建の時、まあ、触りですけどやってるってこと。この鑑定論は担当も論文も出るよ、出るよ。非常に重要な科目なんですよ、ね、こういうこと、まあ、これがまあ特徴の2つ目というふうに言おうかと。要するに科目の親密性があるってこと。宅建のご覧の科目と鑑定士のご覧の科目、非常に親密性があります、ね、これほとんど使えますから、宅建で勉強した知識、ね、だから特にね、直近でね、最近宅建受かったよって方にはもうぜひおすすめですね。おすすめ、ね、やっぱりこれある程度ね、ある程度こう時間が経っちゃうと、年月が経つと当然忘れますよ。だから、ね、もう特に最近本当に、ね、受かったばっかりのほっかほかの人、ちょっとこう湯気が出てるような感じの、そういう方はもううってつけですよ、鑑定士は、ね、ちょっとこれも知っておいてください。これが、まあ、試験制度の特徴の2つ目と言えようかと思います。科目は被るよ、被るよ、これですよ、ね、で次、今度3つ目ですね。3つ目に今度ね、
この試験制度の特徴として科目免除の制度があるんですよ。で、司法試験、あと公認会計士試験の、当然これ受かった方ね、ここ受かった方ね、には論文式試験、これ4科目あったでしょ、の中の科目の一部免除があるんですよ。どういうことかというと、こちら対象者ね、司法試験に受かった、あるいは公認会計士試験に受かった、そういう方たちはご覧ください、司法試験受かった方であれば、ね、この論文式試験の、ね、これ4科目ありますけど、この科目の中の1科目である民法、これ受けなくていいんですよ。受けなくていい。さらには公認会計士のもご覧ください。こちら大きいですね。これ場合によっては2科目ですよ。会計学、これ受けますよね。あと選択科目である経済学、あるいは民法、ね、これどちらか、ね、これ免除されます、論文式試験、ね、だから最近ね、ガイダンス、生のガイダンスやっても、この公認会計士ね、今公認会計士やってますって方は結構最近鑑定士の生のガイダンスにいらっしゃるんですよ。やっぱこれを知ってるんですね。科目免除っていう制度を知ってるということです。まあ、これがまあ特徴の3つ目かなと、ね、こちら大きいですよね。これね、科目、これ論文試験の科目受けなくていいよっていうことですからね。これです、ね、よろしいですね。まあ、これが特徴の3つ目と言えようかと思います。で、今までね、いろいろまあこの鑑定士試験制度についてね、特徴ね、いろいろお話してきましたけど、もしこれをお聞きになってね、ご覧になって自分に当てはまる部分があれば、それをうまく使ってね、うまく使ってこの鑑定試験やってみてください。そしてぜひ短期合格を果たしてください。いいですね。一応ここまでね、一応ここまでがこのガイダンスの前半になります。で、この後ですね、後半におきましてはね、さっき冒頭で申しましたけど、国交省がいろいろ発表しているデータと織り交ぜて、さらに踏み込んでね、結構突っ込んで、ここまで喋るの、そういう話をしていきたいと思います。特にそうですね、これから勉強するって方だけじゃなくてね、もう勉強しているって方もね、ぜひちょっと注目してお聞きになってみてください。必ずプラスになる、そんな話が出てくると思いますんで、よろしいですね。あ、ごめんなさい、これ忘れてましたね。科目免除があるよ、免除があるよですね。で、いきますよ、後半ですね。続いてこちらで、国土交通省がですね、平成27年6月26日、これ実はこの年の担当式試験の合格発表日だったんですよ。この担当式試験の合格発表日に合わせて国交省が以下の発表いたしました。もうね、皆さんの中にはこれ知ってるよって方もいらっしゃるかと思います、ね、不動産鑑定士試験の、実施の改善、これ改善って言ってるんですよ、国交省が。改善ってこれ良くないものを直すことでしょ。それを国交省がね、これ率直に認めてご覧のような発表したんですよ。発表しました。でね、これ簡単に言うと、やっぱ鑑定士試験ね、これまでやっぱ難しかったんですよ。難しかった。で、徐々にね、こう敬遠する人が出てきました。この後見ていきます、具体的にね、数字で見ていきますけど、どんどんね、この受験離れっていうのがこう加速してきてて、それで国交省はちょっとまずいなと本気で立ち止まって考えて発表したのがこの発表だったんですよ。で、ここにも上がってますけど、特にここね、ここ短期合格が可能となるよう試験問題の見直しを行いますってことを公式に発表してるんですよ。発表してるの、試験問題見直すよ。で、実際にね、これを境にして担当式試験についてもね、また論文式試験についても問題が変わったんですよ。変わったの、基本的な問題ね、またある意味もちょっと言うと受かりやすい、ね、さらには短期合格できる、要するに勉強期間が短くて知識量が、ね、多少少なくても十分合格できるような試験問題に変わり始めたんですよ、この時を境にしてです、ね、ここ変わり始めたよ、変わり始めたよ。特にちょっとね、この後ご説明していきますけど、この平成27年、ちょっとこの数字軽く頭入れといてください。これがね、一つのまあターニングポイントになります。この平成27年です。よしですね。次いきますよ。こちら。これ国交省のホームページから私の方でね、ちょっと数字を拾ってご覧の表にまとめました。これ担当です。一時の担当本試験のデータってことで。で、ここで今言ったように、平成27年、ここだけちょっとね、赤字にしました。ここ。ここちょっとこう注目して見ててほしいんですけど、まずね、この一番左側の平成25年、この受験者数見てください。1827人、まあこれ一次の担当でも2000人いない国家試験ってちょっと珍しいですね。
私宅建も教えてますけど、これ桁が2つ違いますね。宅建だとまあ18万ぐらい受けるね。ところがまあ鑑定士ね、一時の担当なのに1800人ね。でそれだけじゃないんですよ。次の平成26年見てください。ごっそり減ってでしょ。300人、きれいに300人減ってるんですよ。1527人。さらにはターニングポイントになりましたよって平成27年見てください。とうとう1500人切っちゃったんですよ。これね、年が明けるとね、この受験願書が始まりますから、当然国交省これ見てね、これはまずいと思って、それでさっきのこれですよ、この発表につながったということですね。でこの数字だけ、担当のねこの数字だけ見てもね、ちょっとピンとこないかもしれません。で続けてこっちご覧ください。論文日です。いいですね、この論文。これもやっぱ国交省のホームページから私の方で数字を拾いました。で特に見てほしいのがね、一番左側の平成25年の合格者、ここ下から2段目合格者数見てほしいんですよ。98人です。これ最終合格者ですよ。でちょっとこの表には載っけてませんけど、この前年ですね、平成24年が実は104人だったんですよ。この論文本試験の合格者、いわゆる最終合格者104人、それがこの平成25年はとうとう3桁を切っちゃった、98人です。でこの時またすでにもこの鑑定士の受験指導やってたんで覚えてるんですけど、そう相当この受験業界動揺が広がったんですよ。実際受講生さんからもね、先生鑑定試験この後どうなっていくんですかね、結構そういう不安の声私随分頂戴しました。で次平成26年見てください。これ98からまたさらに減ったんですよ。84ですよこれ。私この時は本当にね、見てちょっと目疑いましたね。でさらにこれ合格率も減って下がってでしょ。前年25年が 12.7 で26年は 11.3 まで下がってです、合格率が。で一番下見てください。これ合格者の平均年齢です。もちろんこれ20の論文ね、合格者の平均年齢上がっちゃったんですよ。平成26年 35.9 です。これ前年が 34.6 ね、年合格年で上がったってことは、当然ベテランさんの方が受かった、ね、逆に言うと短期の、ね、学習者が落ちたってことですよ。これは平均年齢上がったってことは、でこれがもう本当にこの平成26年のこの論文のね、特にこの青字にしたこの数字がもう衝撃的だったんですよ。それでこっちです、さっきの担当本試験ご覧ください。平成27年の受験者数減ったんですよ。思いっきり減ってんの。全国平均切った。でこれじゃ、ね、まずいと国交省がいろいろ考えて、何回も言いますけど、さっきのこの発表に至ったと、そういうことなんですね。でちょっとね、国交省さっきの発表を受けてね、発表に伴ってね、いろいろね、まあ試験問題優しくしたりね、試験問題基本的なものに変えたり、あるいは行政法規のね法律、実を言うとこの時まではね、この平成27年の時までは39です。この行政法規、都市計画法だとか建築基準法、ね、農地法だとか国土利用計画法とか、全部で39の法律が対象になってたけど、一応この平成27年を境にですね、2つ、ね、ちょっとまあ、ね、焼け石水かなって感じもしないではないけど、一応国交省がね、これ2つ減らしてくれました。そういうところにもやっぱり国交省が本気で試験制度変えよう、そういうね、まあ、姿勢がまあ見えてるかなと。でそういうね、この行政法規の数を減らした、あとはやっぱり問題をまあいじくり始めたって言いますかね、短期の学習者でも受かるようなそんな問題に大きく変え始めたのが、やっぱりこの平成27年の論文からだったんですよ、ね、まあ担当もそうですね、担当もそうでした。これ、ね、でちょっと数字ここで見ていきましょう。でこれ論文なんですけどもね、ちょっとさっきの担当ね戻りますよ。この時発表したね、さっきのこの国交省の発表、27年の6月26日ちょうど担当合格発表日でした。私も本当びっくりしたんですけども、合格点上げました。これ140まで、それまではご覧のように115120、でこれが一次の担当本試験のね合格点だったんだけど、合格点上げて、これどうする、どういうことかというと、合格率はそんなに前年と変わってないでしょ。問題を優しくしたんですよ、この時から一次の担当本試験、ね、で140まで上げた。合格率自体はそんなに、ね、これ変わってませんけど、みんな取っちゃったんですよ。こういう問題にして、これからね
担当本試験ね、皆さんが解きやすい問題に変えていきますよってことをね、まあ、ある意味国交省なりに、まあ、天下にね、世間にまあ示したということでしょうね。これが大きなね、動きで、その後担当式試験については合格率が、まあ、微増でありますけど徐々にこう上がっていったでしょ。 30.6、32.6、32.5、 そして今年ね、33.4 ね、まあ一応国交省なりのね、まあ姿勢ですね。これはね、ここ6年間で一番高い合格率 33.4 です。まあ来年ね、どうなるかちょっとまあ注目するところですね。これが担当です。担当でまたちょっと論文の方戻りますね。ちょっと前後して申し訳ないんですけども、で27年ですね、こちら受験者数減っちゃってますね。論文ですよ、これ論文ね。でだけど見てください、やっぱりこの年問題優しくしました。合格点見てください。それまでは336294、これ前年ね、一番落ち込んだ時ね、これ平成27年378ですよ。でさっきご覧いただきましたけど、この2次の論文については国交省はね、そのホームページの中でおおむね6割を合格点とするというにはっきり歌ってるんですよ。6割ってことはどう、これ600点満点だから6割だったら本当は360点のはず。それを大きく超えて、これ優に超えてるでしょ。360点378を合格点にした。で合格で見てください、軒並み上げました 14.2 で、合格者数もね、三桁に戻しました100人で、これ合格者の平均年齢見てください、下がったんですよ。下がったってどういうことかというと、短期合格者ね、勉強期間の短い人が増えたと、受かったと、そういうことで、これね、合格ラインは上がってるのに合格者の平均年齢下がってるってことだから、これは短期合格者でも書ける問題をたくさん出したとこなんですよ。この378の数字の背景にはそれがあります。でもうちょっと言うとね、これも実を言うとね、レックの調査で分かってるんだけど、採点がやっぱりこの平成27年から大きく変わってるんですよ。当然論文だからね、出題者がね、試験員がこうやって採点しますね、いついつ採点する、夏の暑い盛りにね。で採点が甘くなりました。明らかに甘い。あとでね、受かった方たちとかのね、答案とか点数見せてもらうとね、この答案でこの点数なのかと、私たち講師がびっくりしたくらいなんですよ。かなり、もうちょっと誤解なく言わせていただくと、下駄を履かしてます。下駄を履かしてる、相当甘くなってるね。それがこの平成27年でしたね。だから合格ライン上がっちゃったんですよ。問題が基本的に加えて、さらにね、採点も甘くなりましたから、いいですね。でちょっとこれ受けて、この後ですね、合格率見てください。 14.2 で、次が 14.5 で、去年も 14.5 で、今年まだね、この平成30年まだね、発表もねまだですから、こうちょっと空欄にしてますけど、まあ、今年ですね、もっと上がってほしいですね。であと合格者数見てください。平成27年にまた再び三桁に戻した。でその後微増ですね、103、106、まあ、今年あたりもっとね、まあ、倍増とまでいかなくてもっとね、一気に増やしてほしい。であと合格者の平均年齢見てください、ね、平成27年が 35.3、 次 35.0、 さらには去年平成29年が 32.8 まで下がったんですよ、ね、これ見ると、ね、もう明らかに短期合格者が増えてるってこと、ね、少ない受験回数で受かる方が増えたってこと。実際うちからもね、一発で受かった方が何人も出てます。担当論文ですよ、一発で、ね、で問題をいじくり始めた、ね、採点も甘くしてますから、ね、その意味で本当にね、この鑑定士試験受かりやすくなっていると、もうこのデータを見て明らかです。よしですね。でこの後ですね、さらにもうちょっと掘り下げてね、いろいろまた見ていきたいと思いますんで、ちょっとねこの後まだちょっとお付き合いください。で最近の担当方式の特徴ね、これから勉強するよって方もね、でまたあるいはもうすでに勉強しているって方もちょっとね、注目してください。最近です、担当方式の特徴、ちょっと私の方でまとめてみました。行政法規鑑定理論ともに、これ過去問ですね。過去問っていうのは過去の本試験で出た問題ね、これ過去問って呼んでますけど、これが依然として、これ昔からなんですけど、依然として出題のベースになっている点は変わりません。だからある意味勉強やりやすいですね、過去問の焼き直しがやっぱ依然として多いですからね。ただそれだけじゃなくて、最近ちょっとね、過去問で聞いてない、いわゆるこれね、
初見の問題も少しずつ増えてます、ね、これはね私なりにちょっと善意に解釈しますとね、特に私が担当している行政法規なんか顕著なんですけどもね、単なる過去問を覚えて今までだったらそれを当てはめてもう丸か×かすぐ問題解けるって問題が行政法規結構多かったんですけど、ここ特に 1,2 年の傾向なんですけどもね、過去問の結論だけ覚えても結論の知識だけ覚えてもね、そこからさらにそれを元にちょっと考えさせる問題が出てます。でこれどういうことかというとね、あれこれ今までこれ最近のね国交省の流れに逆行するんじゃないのっていうふうに言う方もいるかもしれないけど、私は必ずしもそうとは思ってません。決していいとも思わないけどちょっと難しくなっちゃってるから行政法規がね。だけど悪いとも思わない。なんでかっていうと、私実際生でねこの受験生の方たち受講生の方たちにねこうやっていろいろお教えしてて、鑑定士の受験生によく見られる傾向なんだけど、とにかくね意味内容を考えないで丸暗記する方が非常に多いんですよ。で今までの行政法規であればそれでも十分解けた。でももうちょっとねここでちょっと立ち止まってね、もう少し自分の頭でね考える勉強をしなさいよ、そういうね国交省なりのメッセージなんじゃないのかなと思います。私もそれはいいと思うんですよ、ね、丸暗記だけじゃ当然ね皆さんが実務に使うときに丸暗記だけじゃ対応できない事案出てくると思うから、ね、やっぱり自分の頭で考えるそういう柔軟性を持った人にやっぱり鑑定士やってもらいたいな、私もやっぱそれ思うんですね。やっぱり同じ思いがやっぱ国交省もあるんじゃないかと思います。ですから私は流れ的には決して悪いとは思ってません。でちょっと戻しますけども、よいしょここね、一応初見の問題これも徐々に増えてきてますけど、でもこれはねうちのレックのね当連だとか担当実践当連だとかあるいは公開模試これを受けてこういう初見の問題にねこれ慣れていけばね、これでもう対策は十分ですから全然心配する必要はありません。次で、あと行政法規鑑定論ともにですね、この個数問題、これ個数問題って特に宅建をやりになった方はねご存知かなと思いますね。他の国家試験でも出てるんじゃないかと思うんですけども、宅建で最近増えてますね。正しいものはいくつあるか、ね、あるいは誤っているものはいくつあるか、こういうのを個数問題って呼んでます。でこれね一個一個の足の丸×が正確に分かんないと正解が出ないんですよ。その意味で非常にこれ難易度が高い問題というふうに言われてるんですね。でこれゼロです。ゼロ行政法規鑑定論ともに今日、ね、最近これゼロです。一問も出てません。これ逆に宅建は最近増えてますね。宅建はこの個数問題最近増えてて結構受験生ねを悩ませるそういうね一つの要因にもなってます。これ担当本試験行政法規も鑑定論も最近ゼロです。安心してください。いいですね。であと逆にこの組み合わせ問題ね、いいろとかいいはとかこれが増えてるんですよ。これ行政法規鑑定論ともに半分以上です。40問中半分以上ね、これ組み合わせ問題が出てます。で組み合わせ問題これも宅建とかおやりになった方は分かると思うんだけど、これも一個一個の足の丸バツが分かんなくてもね、いいろとかいいはとかその組み合わせを見てね、あこれ明らかにおかしいなってものから消していけばいい。いわゆる消去法で結構簡単に答え出ちゃうんですよ。これが組み合わせ問題ですね。その意味でね、個数問題はゼロなくなった。その逆に組み合わせ問題非常に解きやすいね、組み合わせ問題が半分以上出てる行政法規鑑定論ともにね、その意味で問題はね形式面を見ると解きやすくなったということですね。これが言えます。したがってね、あくまでも過去問ベースにした勉強をやればいいです。特別な勉強ね、エキセントリックな勉強なんか全くいりませんからね、これをしっかりやって、あと初見の問題についてはさっき上でもご覧いただいたようにね、当連ですね、こういう問題については当連とか公開模試これで十分対応できますから全然心配いりません。で次で今度論文です。最近の論文本試験の特徴なんですけどもね、これ4科目ね、民経会そして理論ね、4科目とも基本論点を中心に出題されています。これさっきね表でご覧いただいた平成27年を境にして大きく変わりましたね。平成27年を境にしてこの論文本試験4科目ともですね、基本論点を中心に出すようになったと。で特に私が担当しているこの民法においてはさらに顕著です。さらに顕著、もう大学の学部試験かってね、そうこう目を疑いたくなるようなそんな基本論点だけの問題に変わってきてますからね。であと逆にねこれ難しい問題がこれ出る場合があるんですよ、科目によっては。これもちょっと最近のね特徴でもあるんだけど、まあこういうのはちょっとどうかなと思いますけどね、
これ、まあ、実際現実問題で科目によっては難しい問題がねこれ出る場合もあります、ね、2問ともじゃなくて1問、ね、どちらか1問でっていうのがね、まあ、そういうのは通常かな。でもこれをね全く気にする必要ないです。これなんでかというとこれですよ、みんな書けないですから。でこの鑑定試験ってこれもちょっと確認しておいていただきたいのがね、これ相対評価の試験なんですよ。相対評価、ね、担当について言えば、まあ、3人に1人、ね、合格率 33% ですよ。これ大体ほぼほぼ、ね、大体一定してますから、上位、ね、3分の1でライン引きますから、ね、あと論文についても 14% 上からね 14% ここで合格ライン引きますから、ね、ですからこれ当然優しければみんな書きますよ。みんな書く、だからある意味合格ラインも上がる、ね、これ合格点というか合格点ですね、合格点は上がる、合格ラインは一定です。要するに合格率ですね、合格率は一定ですから、問題が優しければ、ね、当然みんなできれば、ね、当然合格ライン合格点は上がる、ね、逆にみんなが難しくて書けなければ、ね、当然みんな出来は悪いわけですから、ね、そこで当然合格点は下がるということ、ね、だから優しければ上がる、難しければ下がる、ただそれだけですよ。だから自分もね、まあ、ちょっと別の言い方で言えば乗り遅れなければいい、他の人に差をつけられなければいいんですよ。特にねこの鑑定試験勉強していく上での大事なポイントになってきます。差をつけられなければいい、ね、だから難しくてもみんな書けない、差がつかない、だったら全く気にする必要ないです。で逆に優しい問題で稼げばいいんですよ。みんなが書くような、ね、また自分も書けるそういうところでしっかり点数を稼げばいい、ね、得てしてね自分が難しいなと思う問題ってのは実は他の受験生もみんな難しいんですよ。書けませんから、ね、だから気にしなくていいよっていうこと。あとこれこの民法経済会計、これは便宜上ね教養3科目って呼んでますけど、これが多少ね苦手でもこの4科目目、ね、これ冒頭から一番大事ですよって申し上げてるこの鑑定理論、これが得意であればひっくり返して合格していきますから。なんでかといえばこれですよ、配点の半分鑑定理論ですから。よしですね。だからもちろんね論文式試験にあっては科目4科目ありますからね。だから当然この4科目はね一応きちんとやる、だけどその中にあっても特にやっぱこの鑑定理論が一番重要ですから、これに力を入れるっていうことでね、絶対にやってほしくないのがね、これも正直申し上げておきますと、この民法経済会計、これ教養3科目って呼んでますけど、まずこれから手をつけ始めて後から鑑定理論の勉強をやるってことはしないでください、しないでください。結構いらっしゃるんですよ、自分は法学部だから民法ね馴染みがある、だから先生民法からねこれとっつきやすいんでやりますよ、あるいは経済学部出たんで経済学からやりますよ、そういう方は時々いらっしゃるんですけど、これは絶対やめてください。これとにかく理論からやってください、一番時間かかるからね。これ冒頭でも話しましたけど、特に鑑定論の論文というところではね、不動産鑑定評価基準、これを覚えて書かなきゃいけない。暗記です。暗記。これやっぱりかなり時間取られます。で、しかもやっぱり一番重要な科目になってきますから。ね。まずは鑑定論しっかりやってください。それと並行して他の科目ね、1科目、あるいは2科目、並行してやっていく分には構わないけど、とにかく鑑定論。で、これが得意になるとね、これが得意になると、民、経、会が多少苦手でもね、勢いがつくんですよ。勢いがついて、なんかねちょっと変な言い方かもしれないけど、後ろからこうねこう民警会の実力がこうついてくるような感じになりますから、勢いです。やっぱり鑑定論ね勉強が進んで自信がついてくると勉強にも勢いがついて、で加速度的に民警会もねこう後ろからこうね理解できるような感じになります。逆はそうじゃないんですよ。民警会どんなに得意科目になってもね、鑑定論が苦手だとなかなか後からこれ追いつきませんからね、これぜひ鑑定論しっかりやってください。でこれが得意だとここにもね載っけましたけど、ひっくり返せますよ本当に。毎年論文を書く方たちの話聞いてて、私これもうね毎年実感してるんですよ。いいですね。で次こちらでね、これ本試験での答案の採点、これさっきも言いましたけど最近かなり甘いですね、特に平成27年を境にして。でうちの、まあ、こういうね予備校の当連の採点の方がはるかに厳しいですね、こちらね。でその一方でこれも知っておいてください。ここ合格基準点っていうのがあります。合格基準点、要するに総合点で合格点に達していてもね、特定の科目で極端に低い点数取ったら不合格になっちゃいます。
そういう点数を合格基準点って呼んでます。合格基準点、これ実際あります。国交省も認めてますからね。ですからこれ気をつけてくださいね。これだから1科目でも極端に低い点数取ると不合格になっちゃうよ。これはもうぜひ気をつけてください。これを意識した勉強をするか、ね、そうでないかでもう全然ね違ってきます。大きな差になりますから、これは気をつけておいてください。で最後整理しますとね、こちら論文式試験ね、これ全受験生のね、これ受かった方落ちた方全部ひっくるめてね、平均点と思ってください。3日間で11通書いていただきます。そのね、全受験生の平均点と思ってください。これなんですよ。これ受かった方赤字にしました。論文受かった方の民経会いわゆる教養3科目の平均点がこんなもんなんですよ。こんなもんです、ね、全受験生、ね、落ちた方もひっくるめて、ね、全受験生の平均点のちょっと上ぐらい、実際こんなもんです。だからこれね、もちろん中にはね民法司法試験やってましたとかね、あるいはこれ税理士で会計学やってましたとか、こういう人もいますよ。あるいは公認会計士でもやりましたとか、そういうね特定の科目ね、で得意だって方はいますけど、3科目教養3科目をおしなべて高い点数取れる人ってのはまずいません。これ実際大学の学部に置き換えてもみんな学部違うんですよ。民法法学部、経済学部、あるいは経営学部、あと会計学が小学部っていう具合でみんな経路が違う。だからこの教養3科目ね、全て高い点数取れるっていう人は論文に受かった方でもまずいません。私見たことない、お目にかかったことないです。だからまあどれか1科目だけできるって場合ありますけど、でも得たしてこんなもんですよ。ちょっと上、受験生平均点のちょっと上ぐらいです。でそれに対して理論は違うんですよ。これはね、再現答案とか見ても全然違います。論文受かった方たちの鑑定量の出来っていうのはこれぐらい違うんですよ。だから鑑定量に力入れてくださいってこと。いいですね。鑑定量に力入れてある程度力ついてくると、さっきも言いましたけど、本当にね勉強に勢いがつきますよ、ね、で加速度的にこの残りの教養3科目もね理解も進んでいきますからね、ぜひ鑑定量しっかりやってください。その意味でこの教養3科目ですね、民経会、これは広く浅くでいいです。その代わり穴は作んないでください。さっきね前のページでもご覧いただきましたけど、これ合格基準点がありますから、合格基準点に引っかかっちゃったら合格できませんからね。だからこれ広くなんですよ。広く穴がっちゃダメだよ。で実際ね、これ短期合格、うちから最近短期合格された方の再現答案とか見てみても、やっぱりね穴が少ないですね。ないとは言わないけど少ないです、やっぱ短期合格する方。だから広くやっています。だけど浅くで結構、ここね浅くでいいよ。これが教養3科目の攻め方です。勉強のやり方っていうことで、それに対して鑑定論、こいつは広く深くですね。もうとにかく鑑定論苦手で最終合格する人いませんから、よしですね。これが論文式試験の勉強のやり方ね、これが試験制度、論文式ね試験制度の特徴ということになりますんで、よろしいでしょうかね。一応ここまでです。一応ここまでで鑑定士試験のね特徴だとか、あるいは今ね最後こういう攻め方、勉強の仕方についてもいろいろお話をしました。参考にしていただければと思います。でよいしょ、こちらね、これぜひ今日、覚えて帰ってくださいとか、帰るっていうかね、これ皆さんねネットでご覧になってるかと思いますけども、これねこれはしっかりと頭に入れといてください。鑑定試験っていうのはね、本当に極端なこと言うと鑑定理論の試験です。一番力入れてください。もちろん他の科目やんなくていいじゃないですよ。他の科目もやる、その上で鑑定理論、とにかく鑑定理論を得意科目にする、これが短期合格の近道です、ね、これぜひ覚えておいてください。よろしいでしょうか。で最後にですね、ちょっと宣伝になって恐縮ですけども、ちょっと講座のご案内をさせてください。でよいしょ、こちらですね、これ最新のねこの不動産鑑定士のパンフレットになりますけども、こちらのですね、ちょっと見ておきますね。もうこれからね勉強するよという方はぜひですね、こちらの22ページですね、22ページちょっと開けていただきますと、よいしょ、こちらね、2019担当合格コースっていうのがあります。これはもう名前の通りで担当だけね、担当だけに特化したコースです。でちょっと見ていただきますと、ちょっと
ょっと私聞きますね。こちらです。まず最初にですね、この担当合格講座っていうのがありますね。これこの担当合格コースの中の柱になります。まあ一番重要な講座って言っても過言じゃありませんね。ここでそれぞれの科目ですね、まあ、回数結構あります。これ1回が 2.5 時間ですからね、結構なコマ数になります、時間数になりますけど、ここでしっかりとそれぞれの科目のインプットをやります。これが本当にまあ生命線になってきますね。これはで特にね、私まあこれ行政法規担当してるんで、あまりね鑑定料についてあまりねあまり語るところではないんですけど、ただねこれやっぱりね、先ほど来申し上げている通り、この担当合格講座にあってはね、しっかりとした知識をね仕入れる。でやっぱり理論ですね、理論についてはしっかりとこれ講義を聞きになってください。この後ね、あのこんなにまとまった回数でね、このインプットやる時間って鑑定料の場合ほとんどありませんからね。私が担当している行政法規はもうね一時の担当で終わりです。でも鑑定料はこれ二次の論文もありますから、そこまで見据えるとやっぱりね、特に担当合格講座のこの鑑定料 ねこれについてはしっかりとね、ぜひ講義をお聞きになるようにしてください。やっぱりこれが大事なポイント、短期合格の大事なポイントになってきますから。であと進んでいきますとね、これまず一番最初の基礎答練というのがあります。これ自己採点です。自己採点でね、ご自分で採点していただくね、これ一種の模擬試験ですけど、ご自宅でね時間を計ってまず一番最初にやっていただく、そういう基本的な答練、これ基礎答練と呼んでいますね。であと行政法規につきましては毎年何がしかの改正がありますんでね、改正対策講座っていうのが全1回 2.5 時間、これが入っています。でその後ですね、これ担当総まとめっていうのが全8回ね、理論が4回、行政法規4回、計8回ね、ここでねそれぞれの内容の総まとめをやりますね。こういう短いねあの時間内でそれぞれの内容をねしっかりと大事なポイントを総まとめでやりますから、こういうのもねぜひ使ってみてください。でその後いよいよね担当実践討論というもう本番さながらのねあの討論ね、これ一種の模擬試験と思ってください。これが始まります。それで3回ずつね、全6回、これはもう絶対必須ですね。さっき言ったように最近初見の問題、特に行政法規につきましてはね、初見の問題もねちょこちょこ増えてきてますから、そういうもの問題になれるためにもね、こういうね実践ね、こういう実践討論の受験は絶対必要ですね。これでアウトプットしっかりトレーニングを積んでください。で最後ここで実力判定ですね、公開模試で本番に臨むと、そういう流れになってます。こちらでこれ担当合格コースってことでね、これもう本当に担当だけです。担当に特化したものなんですけど、実際今ご覧いただいたお分かりの通り結構回数あります。これ全部で54回ってことでね、これでも逆に言うとしっかりやっていただくとね、もう十分な実力がつきますから、ぜひねこれからね来年受けようって方はぜひですね担当合格コース、これをねあの利用してみてください。でもし皆さんの中でね担当だけじゃなくてね論文までちょっと時間的にね余裕があるよっていう方はですね、こっちですね、その前のページになりますけども、よいしょ、こちら担当プラス論文、まあ、基礎コースですね、基礎コース、ね、これはちょっと利用してみてください。ただ、まあ、今は2018年のまあ秋口だとして、これ来年ですね、当然来年の合格を目指すものなんで、ね、この辺はしっかりとねこの論文につきましてはしっかりとご自分でねあの時間取れるかな、ね、その辺はきっちりご自分でお考えになってください。担当だけじゃなくて論文もね、これ同時並行でやっていくと、ね、論文合格コースと、あと論こちら論文の合格基礎講座っていうねこういう論文の科目が入ってきますからね、しっかりとその辺ご自分でねあの冷静にねあのお考えになって判断してくださいね。時間があるよ、特に学生さんですね、大学生の方最近増えてますね、一緒にやる担当と論文一緒にやるね、この場合まあ今の時期からすれば基礎コースがよろしいかなと。さらにもう一つね、実を言うとちょっと前のページなんですけども、よいしょ、フルコースっていうのもあります。回数がいきなりすごいねこれ跳ね上がりますけど、これはちょっと今の時期からするとね、よほどこうねもうすでに例えばね論文についてある程度ね、それは民法なり会計学なりなんかも勉強したことがあるよって方、あるいはもうね宅建を受けてねこの担当にあってもね行政法規ある程度わかるよっていう方、ね、がまあ一応おすすめですね。それ以外の方もこれからの時期ね、今の時期からやるのはちょっとフルコースは厳しいかなと、そんな感じがいたします。であとこれいろいろね割引制度もあります。このパンフレットですね、36ページ見ていただきますといろんなねそれぞれの割引制度もありますんでね、ぜひこういうのもちょっとご覧になってみてください。よろしいでしょうか。
ね、であと合わせてですね、あのレックの不動産鑑定士課のホームページですね、ぜひまめにチェックなさるようにしてください。でうち の, あの鑑定士課 の, あの責任者がですね、あの非常にあのホームページを大事にする人なんですよ。でまめにあのアップデートしますから、最新の情報はもう速攻であのホームページに上げるように、ね、する人なんですよ、ね、ですから、ね、最新の情報につきましてはまめにあのレックの不動産鑑定士課のホームページですね、そちらの方をご覧になってみてください。でどうしてもね、ちょっとこう疑問だなっていう点がございましたら、あの遠慮なくあのコールセンターですね、レックのコールセンターの方にお電話していただければね、対応させていただきますんでね、もし疑問点出てきましたら遠慮なくどんどんお問い合わせください。よろしいですね。じゃあ一応ですね、以上でこのガイダンスを終わります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。